何か遠くから足音が聞こえる。俺様には何も聞こえないけどな。コレットは天使としての聴覚機能をまだ持っているのね。やっぱり足音です。あと鎧の音、たくさんいるみたい。あっちから聞こえるよ。まずいな。あっちはアルテスタが住んでる方だ。まさかさっきの連中の仲間か。コリンを偵察に向かわせるよ。こいつメルト教の下水道にいたやつだ。次から次へと教皇のやつ。そんなに俺様が邪魔かっつ。私はお前たちと戦うつもりはない。その娘と話がしたいだけだ。プレセアと？冗談じゃない。僕らの命を狙ってたくせに。他の者たちは知らないが、少なくとも私はお前たちの命など狙っていない。私が命じられたのはコレットという娘の回収だ。私？今はお前たちに危害を加えぬ。プレセアと言ったか。その娘と話をさせてくれ。エクスフィア、お前も被害者なのか。プレセアが危ない。何が何だかわからねえけど、とりあえずあの男を止めよう。来るか。ならばやるしかあるまい。せや、天月戦。えい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 。油断したか。えい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 。えいえいピコハ。えい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 。ピコハ。えい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 。キューレッ、アドプレッシャー。えいピコハ。えい、いくよ。ボトン。サンダーブレイド。お願い、いでよ大撃の基地。えいえい。ピコピコハ、ピコピコハ。アドプレッシャー。えいえい。熱衝撃。えい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 。なんとかしのいだね。どうやら事情がありそうね。捕虜にしたらどうかしら。いろいろ話も聞けそうだわ。シーナ、たくさん兵士がいた。みんなこっちに向かってる。急いで逃げて。コレットの耳は正確だね。足音どんどん大きくなってる。まずいんじゃねえのか。でもこのまま戻ったって強行騎士団がいるだろう。仕方ない。瑞穂の里に案内するよ。おいおいおい、シーナ、瑞穂の里は外部に秘密の隠れ里なんだろ。だけどこのままじゃ挟み撃ちだよ。里に逃げ込むしかないだろう。そうだな、頼むよシーナ。じゃあゼロス、そのでっかい男を運んどくれ。俺様が？こんな大男、俺様一人で運べるかっつうの。私手伝うね。ゼロス一人じゃ大変だもの。コレットちゃんは優しいな。同じ巫女同士だもんな。うん、そうだよね。思ったより軽いみたい。私一人で大丈夫だよ。そう。昨今の男性と来たら嘆かわしいこと。ほらとっとと行くよ。